トランポリンという題名がついてるんですよね。なのでちょっと最初飛びすぎちゃったんですけど、ドンドン、これに二分音符なので、やっぱり二分音符分は欲しいんですけども、だからって言って、じゃあ二分音符だからってこういう感じではないかなと思いますね、イメージ的にはちょっと長い音符なので、やっぱり音下が長い音符っていうのは手の使う部位も少し肩からこう、まあ、肩というか腕というかね、腕からのこのこうバウンドで、上からただガーンではなくて、ドーン、これをこう弾ませていくような感じ、でトランポリンですから、やっぱりトランポリンっていうのはボンってこう弾みますよね、なのに、例えば右手は、でこれね、いろいろとやってみたんですけども、切るか切らないかみたいなところでボンボンボン、これもあるかなとは思うんですけども、まあ刺繍してるわけなので、あんまり刺繍音でポンポンって切りたくはないのかなって、これもとりあえずは、私はレガートで弾きましたけども、まあいろんな弾き方があっていいんではないかなと思いますね、一つはね、アーティキュレーションの付け方です。さっきすいません、こっちで書き始めちゃったんですけど、こっちに書き直しましたけど、スラー系が一切書いてないんですよね。で最初に、強弱がポコポコって書いてあるだけなんですけど、このスラーとか何も書いてない場合っていうのは、全部レガートで弾く弾き方、それから全部ノンレガートで弾く弾き方、あと意識的に音を短く切ったり、スタッカートですね、それから伸ばすんだけどバッと切るテヌートとかね、いろいろあるんですけど、こういうのを総称してアーティキュレーションと言います。このアーティキュレーションの付け方でこの曲はだいぶ変わります。ただしタイトルがこれトランポリンってついちゃいましたから、結構先生言ってましたけど、どこがトランポリンなんでしょうかねと思うと、これもしトランポリンだとトンポンポンポンって一個一個でやってますから、これトランポリンってちっちゃくやってると上に行かないんですけど、ボーンってやると行きますよね。トランポリンのなんか競技見ると上で何回転もするのありますよね。もしかしたらそれが全音符あたりかもしれない。だから全音符ってのはボーンってやって、やる間に演技する人もいるってことですよね。